学生は知らないアニメのクイズ、名人編第3回じゃない。ウィーンウィーンウィーン、内藤亜英はということでね、名人さんこの企画めちゃめちゃやりたいと言っていたんで、名人版、はい、何読んでるんですか。皆さん多分6年前のオープニングを読んでます。相変わらず彼はプリキュアが好きです。まあ、そうなんですよ。いいんじゃない。はい、今回ね全部で何本いきましょうか。10本いきましょう。2人いるんで10本いきましょう。交互に。わかりました。オッケー。じゃあ自信はありますか。なんとなく。わかりました。はい、じゃあいきましょう。はい、せーの、レッツスタート。山口親子の仲間たち。第1問。はい、第1問と言わんの。言わんの。いや、それはやめとこう。ポケットモンスター、はい、ルビー、サファイア、エメラルド、はい、ソフトで出てますよね、はい、さあ問題です、はい、そのゲーム機は何、はい、どうぞ。ゲームボーイアドバンス。正解。そりゃそうだわ。もうゲームボーイって言ったし、これしばきます。いやでも今の小学生知らないから。知ってるよ。いやでもどんなものか知らんでしょ。だってさ、今ブックオフ行ってみあるから、まだ現物があっても、それが小学生が触るかどうかの話ですよ。ちっちゃい子、これなーに。ゲームボーイアドバンス。はい、ということで1問大正解です、ね。これアニメなのか。いや、もう一応ポケットモンスターからアニメ入るやん。ゲームだけどアニメにもなってるやん。まあいいけど。だからいいじゃん別に。まあいいけど、びっくりしたもん。さあ行きます。はい、 NHK のテレビがあるじゃないですか。 NHK か、見ねえな。で、うん、黄色い全身タイツしてる。はいはい。確かね、あいつかアニメ。いや、なんかキャラクターの、まあ人でね、あれ人。それってさ、ストレッチマンやん。正解です。アニメなのかあれ。いや、アニメ。いや別にいいじゃん。実写じゃね。別にいいじゃん、それでも今の小学生知らないってやつ。俺アニメって聞いたもんでさ、まあ、あれもうただのさ、まあ、全身タイツ着たおっさんやん。ごめんごめん。まあいいけど。第3問。はい、乾いた作品やでおなじみのアニメは、遊戯王。正解。しかもバンダイ。難しい。で、その遊戯王なんだけど、もともとカードゲームじゃないんだよ。あれ確かボードゲームだね。ボードゲーム、カプセルモンスター、略してカプモンってやる、ちょっとこういうやつなんだけど、当時流行って、今コナミなんだけど、うん、昔カード持ってたやんね。バンダイ版の遊戯王、もう今売ってるか分かんないけど、中古屋さんに行けばあります。ああ、自分昔持ってました、2枚だけ。はい、ありがとうございます。第4問。はい、これはね、うん、女の子が5人いますね。はい、で、主人公はピンク色の服ですね。はい、で、ピンク髪です。はい、で、はい、はい、どうぞ。プリキュア5。いや、違います。お茶のドリームか。違う、その子たちはね、うん、猫ですね、猫。あー、あったあった。はい、どうぞ。東京ミューミュー。正解です。東京です。懐かしいな、おい。明治見てた。何それ。東京ミュウミュウってね、東京系列だっけそれ。あ、ごめん知らない俺。あの、姉貴が見とったわ。マジで。東京ミュウミュウは一応曲は聞いたことある。どんな曲かは覚えてないけど。第5問。はい、バラライカ、バラライカでおまじみのアニメは。もうキラリレボリューションだわ。正解。そりゃそうでしょ。いや、わかるでしょそれ。いや、もうやらない、やらない。でもこの、あくまでこのテーマ、今の小学生は知らないアニメですからね。あ、まあそりゃそうでしょうね。チャオだもん。キャラクターでもよね、キャラクターでも。チャオだもん。第6問。モーンタ。黄色い帽子かぶってる女の子がいます。黄色い帽子、黄色い帽子、はい。で、赤い服を着てますね。黄色い帽子に赤い服で、赤い靴を履いてますね。で、その黄色い帽子の真ん中にチューリップ、花みたいなやつ。アクタロナージャか。いや、ナージャじゃない。何、え、黄色い帽子に、最初黄色い帽子に赤いスカートで、ああ、で女の子で赤い靴履いて、で曲がうんぱーかうんぱーかって、夢のクリオ王国。正解です。これです。うわー、懐かしい。見てた。アニマックスで見とった。キッズステーションか、あれは。あ、キッズステーションだ。見とったわ。うんぱかうんぱっぱ。そうだよ、泣き虫、毛虫、善逸泣き虫。ん、何とねん。うわー、あの鳥と豚がおったっけ。ニワトリか。ニワトリだね。あ、やっぱり。あと豚さんがおったやん。ああ、そうそうそう。だと、あの青い服着たないと思ったっけ。名前忘れたけど。俺も覚えてない、そこまで。まあありがとう。7問。た
NHK なんですけど、はい、お母さんと一緒ご存知ですよね。うわ懐かしい。あれで、うん、ドアをポンポン叩くと毎回キャラクター変わる番組なに。ドアをポンアニメです。はいはいはい、はい、デコボコフレンズ正解。うわ懐かしい。デコボコフレンズ。あのさ、あのアライグマだっけ、うん、どうもアライグマです。こんな穴なんですよ。はいはいはいって俺あのオレンジジュースのやつ好きでした。あーカランコロンのやつ。そうか、カランコロン。こんにちはカランコロンです。俺ハーモニーのおじさんが好き。ハーモニー俺メロンパン食ってるやつ。あーあまた来るボーン。懐かしい。見とったな。第8問。第8問。これはね、アニメ CM ですね。もうね、販売は終了しますね、これは。何の販売だ。黄色帽子かぶって、うん、青い服のおじさんですね。カールのおっさんやねんか。青い炎？え？カールのおっさんやねんけ。あ、正解です。懐かしいな。だってもう今だって販売ないからね、もう。それにつけてもおやつはカール。なんかカレー味が美味しかったね。ああ。はぁってなんだよ。第9問。はい。NHK。 また NHK か。パンツを履いた黒いキャラクターといえば。あ、パンツを履いた黒いキャラクター。カバみたいな顔しますね、それは。パンツ、あの確かね、3人ぐらいはいたかな。1人はもうこれだけ言ってくれます、ヒント。トイレのやつがおった。で、ちっちゃいのとちょっとでかいやつがおったやつ。なんだっけ、おパンツマン。あー惜しい。おパンツくん。違う、待てよ、これは。え、黒い、え、パンツかぶって。パンツ履いてる。あ、履いてる履いてる。黒いやつ。カバみたいなキャラクター。カバ。目めっちゃこんな、こんな太いやつやん。俺分かったもん。分かんねえよ。え、ちょ待ってよ、おったかそんなやつ。トイレ。ギブアップ。ギブアップだね、ごめんだけど。正解いきます。はい。パンツパンクロでした。知らねえよ。え、パンツパンクロ知らん。見たことねえし。ちょっと待って、あのね、これだよね、これだよ。お前か。パンツパンクロ知らん。お前か。あるよ。こいつか。妹がおったっけ。うん、ちっちゃいやつがおった。知らねえ。これはお母さんと一緒のキャラクターですね。またお母さんの一緒。また NHK。またね、最後はね、なんかね、うん、緑のキャラクターですね。緑？あ、うん、緑のキャラクターで可愛いけど、うん、紫の色になるとなんかちょっとやばいやつになる。はぁ、ね、緑から紫？そう。あ、俺す、今画像見させてもらったけど知らん。ごめん。俺知ってる、なんかね、緑から、緑から紫なのね。で、うん、歌はてて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 てやつ、多分合ってるかもしれない。もう一度言ってくれ。緑の、最初は緑だったけど、で、なんかたまにね、悪い、紫になると悪い顔になるんですよね。あれ、なんかどっかに聞いたぞ。緑から、紫になったらね、やんちゃになる。やんちゃ。めちゃめちゃヒント言ったじゃん今。でも、まあ名前やってねえからいいけど。てなんだっけ。てアウチ親子の仲間たち終了。いや、どうでしたか。ね、知らんやつばっかだわ。グダグダだった。うん、しかもさ、ストレッチマンが出てくるってびっくりした。ストレッチマンアニメじゃねえよ。ごめん、それは本当にごめん。おまけとして、おまけ。もしよかったら第4もやっていきますんで。今度は俺もやるってこと。うん、今度俺が、うん、あ、いいよ、全然。今度は、俺とヒロキで。いいよ。あ、わかりました。わかりました。では、以上で動画を終わります。司会のひろきとせいやとどうも、エジナオでした。せーの、バイ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 アディオス。えてて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 、あ、僕の名前は山口聖也。たまに動画を出している。
大盛りネタとかそうして歌うのが企画を考えるのがうまい名人長尾頭の髪型特徴のヒーロキッチ23ヒーロキ鉱物カビ好きな勉強もできるサイエリアン山口親子のメンバーで最年少のソウ君とそしてセイヤの父親だ山口の父親 YouTube 界のトップを狙ってゆけそれが山口親子の仲間たち